いけなくも？なんかないかな。やばい。いや全然いいよ。ええもう全然使ってください。私これ使う。なんかできません。なんかやばい。どうですか？使わせてる。どうですかこれで。使ってください。いい感じです。ダメ。スイーツは何使うの？私セルハンテープの。ありがとう。やばい。ね、ノアも作ってくれてありがとうね。なんか、これ。じゃあお菓子セットみたいなのは、先輩の？お菓子セット、あ、食べていいよそれ。こんばんは。え、本当に誰のやつ？え、なんかね、多分のど飴はあれじゃない？いや、違うか。のど飴、私1個舐めたんだよ。配信始めます。こんにちは。これはいっぱいだよ。そうなんです。イエイイエイイエイ。姉ちゃん、タイプ C の充電器持ってたりしませんよね？私ってな、これあないじゃん。タブレット用。あ、待って、私持ってますわ。え、持ってますわ。はい、大丈夫です。あ、うん、いや、今そう、すいません、ごめんね、全然気にしないで。持ってますか？なるほど、持ってますか？配信だよ。応援ありがとうございました。今日は人いっぱい、ありがとうございました。もうね、帰ったら私たちは寝るので。うん、はい、そうです。そうだよね、寝たいです。はい、もうすぐれちゃんも、お疲れ様です。そうですよね、新しいポジション。どっちがタイプ C か分かんない。あ、全然私は分かるので大丈夫だよ。どっちだろう。2個ある。なんで？いや、なんかもう一つはなんか違うスマホの充電器で。え、2つあるの？あ、これ、はい、回せてるね。え、わかんない、何が。でもわかんないか、不思議だよね。そう、リリカってね、そう、本当に不思議。命綱よ。命綱した時はい。なんか どっかの Wi-Fi に繋いで連絡してやろうみたいな。できるのかな。あ、無理だ。どうなんだろう。じゃあ2個持ち歩いてる。常に？すごいね。重いです。確かに。なんかリリカのさ、荷物結構多いよね。多いんです。なんか減らせるバッグとかでさ。待って、タイプ C じゃねえわこれ。こっちですか？いや、そっちね。いや、そっちはね、普通に USB。違いました。ルアのやつって行きますか？ライトニングじゃないかな。普通のやつです。ダメですか？多分ライトニング。ごめんね。2個見つけて違うことがあるから。ちょっとこれつけてみてください。あ、でもこれはね、タイプ C なの。あ、どうぞどうぞ。やばいやばいよ。スイスの充電やばいよ。スイスの充電やばい。スタンドもさ、私に奪われてた。え、ルアは？ありがとう。14%になった。いいよ。スイスは何%なの？30%。大丈夫？はい、大丈夫。充電器あったりします。あ、マネージャーさんが、うん、すいません。よいしょ。ない。あ、待って、めっちゃ映ってるかもしれない、さっき。めっちゃマネージャーさん映ってるよ、多分。やばい。誰のに？バーンしないで。リリカ。リリカ。いつの間にか食べてる。いつの間にかね。いつの間にか。いつの間にか。あ、ガバッチャン。ありました。あ、なんか。お持ちに。私の声聞こえてます。ありがとうございます。一人で配信するの。これ。スイスイ。でもあれ刺すとこない。あ、じゃあ私が抜きます。私が抜きます。私が抜きます。私これ今配信じゃないから。いや。私が抜きます。本当に。あ、充電器あるんで。あ、充電あるので。レイヤルはぜひ使わない。ちょっとあれだけど。いいから。ありがとうございます。いや、全然私これ自分のスマホだから、うん、頻度 50% あるから大丈夫。うん、そうします。なんかどっかでやるとか。はい、じゃーん。おー1個増えた。なんか鬼徹のエピソードいろいろ聞かせてください。ね、そう、ずっとさ、ひなのさ、この MC で笑ってくれてて、映っちゃった。嬉しいわ。本当嬉しい。本当に楽しいです。鬼徹、あそこの2人。はい。嬉しい。後輩がこう言ってくれてる。嬉しい。嬉しいね。は
何のミスをたくさんしてるんですか。あ、社内アナウンス。そう社内アナウンスで、ね、結構長い題名だったの。はい、貸切列車で行く、はい、時鉄スペシャルアンバサダートレイン、はい、みたいな。そうですね。にご乗車いただき誠にありがとうございますってこう乗務員さんに言わなきゃいけないっていう台本で、はい、それをあのこの子は貸切列車で行く時鉄スペシャルアンバサダートレインにご来場いただき、まだ真似してんの、ちょっと待って待って待って、ご来場って2回言ったんだ。そう、やっぱり影穴の癖で、そう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 、やっぱアイドルが出ちゃってるだけなのに台本しっかり見ながら間違えてる。そう、口がね、まあ、気持ちは分かるんだけどね。ひのさんがうまいやつですよね。そうそうそう、なんかひのがご来場いただき得意なやつ、うん、ひのさんの鍵穴毎回すっごく綺麗で聞いてる、うん、なんか朗読とか上手だよね。うふふ、ありがとう。と一緒にラジオやってると焦るんですよ、うますぎてあ、次私これできるような私だって思う。そう、明日ね、あの2期7周年スペシャル、うん、おっ、いや、6周年え、あ、6周年、7年目そうそうそう、これミスだ。そう、6周年スペシャル、7年目突入スペシャル、そうそうそう、があるんですけど、はい、これ読みしまして、私も。おー、 それで褒められた。誰に？あ、並みに？声がやっぱりいい、ね、ありがとう、いいと思う嬉しいな。そうだから、なんかその車両のそのツッコミをしたわけ、ご来場、ご乗車ねって、うんうんうん、でその後にあのこの列車は、直江津駅を何時何分に出発し何々に停車し何々を折り返しみたいな言わなきゃいけなくて、すごい、そうそうそう、そう、難しいやつだったね、そこは。そう、難しいやつ企画って。原稿読みながらってことですよ、ね、うん、そう、ここ、でも本当にこれ軽すぎる、あの日の筋肉痛になったって言ってたんだけど、ここが本当心配。でもあれですか、なんかピョッと出てるやつですか、アンテナみたいな。あ、いや、ちょっと違う、あれだよ、なんかさ、空き缶で使ってるマイクスタンド調節できるじゃん、あれぐらいの、あれ硬さだよ。いやいや、あれ細いじゃん、違う、あの、あ、そう、細いけどね、なんつうか、携帯をずっとこう持って、もう持って、かつここを押さえなきゃいけないの、その軽く持つだけだとダメだから、ここの押さえてるだけ、ボタンになってて、こういう、こういうタイプのやつね、ことない、私、まあ、やったことなくて当たり前か、まぶきくらいはないかもしれないけど、当たり前だったな、うん、そうそうそう、そうだね、なんか楽屋で聞こえたんですけど、なんか食べ物が美味しかったっていう。あ、そうね、そうなの、本当に。どんな料理だったんですか。あの、私たちが提案させていただいた、もう本当とにかく事故ってないかい、大丈夫かい。あやっぱりごめん、これやっぱりなんかこれなんか工夫すればいけると思うんだよね、これ。なんかどうやるんですか、うん、これをこれをなんかタップした、あ、あ、ちょいちょいちょい、ここなんかそれどっちかでいけない、これマジ似てる、同じやつです、同じやつ、色違い、色違いよ、色違い、これ違いです、見てください、それこれなんか手作りしたんのみたいな、いいね、そうそう、いいね、色違い、色違い、何何何どないさてんの、どっちでも全く一緒だけど。配信、みんなで配信してるんだ、配信してる、なんか配信してます、これだけ、うーん、よっ、びっくりした、私だ、そう、なんでずっといけたけど低い、なんか変わんないちょっと低いかも、痩せた、いや、こうします、大人ってなって、大人っぽく、子供ありがとうございます。今、ティッシュ箱使う、今ティッシュ箱、今日実は公園見てました、みゆみゆです、お仕事終わり、おしゃれ、みゆみゆ、オッケー、うんうん、すごい、いろいろ私のありがとう、かわいい、傘が元気になりました、およかった、元気になりました、よかったです、よかった、日傘、あ、ごめん、足元の傘、ごめん、ありが
なんかすごいおしゃれ。あ、お姫様みたい。本当にそう。どこで買ってるんですか？これネットで買った。姫じゃん。姫。うん。本当に姫だ。かわいい。日傘買ってもなんかモテないんですよ、はい、面倒くさくて。まあわかるよ、気持ち。日傘って折りたたみの方がいいのか普通の方がいいのかちょっと迷ってて、ずっと普通の。あの、私去年三村ひのさんのお誕生日プレゼントに遮光 100% の日傘を与えました。なんか普通の日傘はなんか 99.9999 とか 98.999 なんだけど、その 1% が焼けるか焼けないかの瀬戸際 100% を探してあげたけど、はい、今年は使ってない。今年は、まあ、なんかまだ見てない。そうね、今年はまあちょっと家汚くてそういうことです。どんだけなの？あちゃん埋もれてる。まあ、でもぜひ使ってください。でも全然使ってますよ。今週じゃない、今年も。あ、今年も今までも。そう、 100% っていうのが大事らしい、買うときは。なんかそうです、なんか 1% 違うだけで全く違うみたいな。全く世界が違う。世界が違う。なるほど。変化してたスマイルが。スマイル。スマイルが。いや本当になんかスマイルがなんか広がってきて、ちょっと嬉しいです。迷惑じゃない。はい。迷惑じゃない。あ、よかった。でもなんか LINE その誕生日のメッセージくれた時に返信しようと思って、はい、でもなんかスマイルありがとうっていうの変だなって思って、ルアちゃんに。わかる。原型何もない。あの日野さんに本当にギリギリにお祝いして。全然何も。その日の？はい。その日の23時半くらい。え、遅くなってすみません。でもそう。言うことが大事だしね。いや全然本当に嬉しいよ。何でも。嬉しかったので。よかった。上の人寝てて。そう、なんか私次の日特鉄で5時起きだったのよ。だからその日野の誕生日の LINE したいけどどうしようって思いながら、あの11時半に寝たの、うん、でなんか0時にバーってもうアラームが鳴って、アラーム鳴るよ、いやなんだよみたいな、起こすなよって思ったら日野の誕生日だーってなってもう慌ててなんか適当にバーって送って適当に寝ましたけど、かわいい、0時にアラームかけて、そうなんだ、0時0分50秒ぐらいにあの一番上開業されたお誕生日を見たそう、もう寝ぼけながら頑張ってる、らしいですね、0時ちょうどに、そうそうそう、大事ですよね。でも LINE にもなんかメールみたいな機能あればいい。あー、なんかさ何時に送れる、設定したら送れるみたいな、設定したら送れる機能、なんかミュートメッセージはできるようになったんですけど、ね、そのもう一歩ですね、朝、そうなの、朝ってか夜中に、はい、通知来ない LINE 送れるの今。え、そうなの、長押しで。あ、でも私アップデートしてないんだよな。した方がいい。いつから？え、そう、なんかさ、みんなさ、スマホをさ、あのハート水色とかある人いるじゃん。水色のハートとか。あります。で、ピンクの、あの、ぼやけてない普通のハートとか。使ってます、はい。私。あ、はいはいはい。え、みんなない？わかる。絵文字の話ね。そうそう、絵文字、絵文字。はい。私で、その、アップデートできてなくて、持ってないんですよ。それだいぶ前だね。そう、多分ね1年ぐらい前のアップデートのやつなんだけど。いやでも別に LINE だからしてない。関係ないよね。そうです。あ、そうなの。ってことはその表示がもうバッテンみたいな。はい。もうハテナみたいな。なんか四角ハテナ。なんかバグみたいになっちゃって。でもアップデートした方がいいよ。なんかその。うん、仕方が分かんなくて。通知が出てきたら。え、設定ソフト、あ、じゃあ後でちょっと待って今度でもマイナス上がってるとこじゃないと、ああそうなんだ、設定のソフトアップデートみたいなのあるから、うん、インストールみたいな、それやりたいと思う、やってください、はい、あ、そうで、お弁当ね、そうなの、お弁当ね、そうです、そう、好きなのをあの、うん、なんていうのアンケートしてもらって、はい、それをその直江津駅近くの料理屋さんがお弁当、うん、わざわざこうその日のためだけに作ってくれて、オリジナルのお弁当、ええ、そう、ね、くださったんだけど、わかったっていう、そうなの、あの、かった、そう、なんか和食料理が得意な場所なんだけど、うん、野菜とかを使った、で私たちもとりあえず好きなもの投げたから、うん、春巻きとかそうそうそうカプレーゼとか、うん、そうそうそう、いろいろやってもらって、でなんかブロッコリーアンチョビちょっとあえてみたいなのとか、うん、美味しかったのはすき焼きのご飯。美味しかった、なんか本当に創作料理って感じで、唐揚げの上に、うん、生姜のちょっと刻んだのと、柿の種、あの、うん、もうスナックの方の柿の種を
細かく載せるみたいな。うん、すごいおしゃれ。すごいですね。しゃれてます。しゃれしゃれ。それをファンの方も同じの食べると食べたらしい。そう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 、そうお昼に贅沢だそうだった。そう野外屋さん。そうなんです。行きたい行きたい。メンバーといろんなとこ行きたい。わかる。なんか普段とさ違うこと、なんか旅した気持ちになれてなんかリフレッシュできるから、うん、いいと思います。うん、いいね。ちょっと新潟市から遠い。あ、そうなんだよね。2時間かかる。うん、意外とね。新潟たって意外と2時間。そうです、ね、特急とかで2時間。おお。新幹線使っても長岡まで出て、長岡から特急で全然2時間だよね。うん。結構かかります。うん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 。そう、確定鈍行なんて普通の列車だともちょっとかかるし。うん、そう、普通列車だと。うん。毎回ね、遠いねって思いながら。トンネルがあるのが困るんだよね。うん、ああそうだね。え、トンネルくぐる時間めっちゃ暇そう。でもそんな暇なくない。なんかちょくちょく外出る。あ、だからあんまり出たり出たり。ポパポパ。そう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 です。ガチで途切れる時から多分1、2回あったけど。うん、まあ、寝てた。そう、朝だから私も朝早く、まあ、5時起きではなかったんだけど、はい、起きて。今毎日日付変わったらコナンを読むのが日課だから。え、夜中にですか？怒られた。でも学生に怒られてる。でもコナンってなんかもう考えてるうちに眠くなっちゃう。いや全然違う、真実を考えてるうち、ね、真実考えてるともうそのアプリで読めるんだけど、はい、そのアプリの更新で動画が1日3回読めるの、はい、あ、3話分読めるのね、はい、追加で。で他にまあ1回につき5は読めるんだけど、その日付が変わったタイミングでそれがリセットされるの。だから日付が変わったら次の話が読めるのね。次の5話が、はい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 、あ、じゃあめっちゃ頭いいですねそれ。そうそうなの。そうだから無駄ないようにそう24時間で切れるチケットを、めっちゃいい。だから一気に5話読むっていうのを続けてるの。じゃあじゃあ私もそうしよっかな。見るの？何か見る？え、漫画めっちゃ見ますよ。あ、え、そうなの？そうなの？はい。何見るの？え、なんだろう、何見てるか、なんか無料って書かれ、何話無料って書かれてるの適当に読み漁ってます。アプリで読めるね、はい、かる。え、今コナンって何話までありますか？105巻、105かける11話かな。はい、だからまあ1000何話とかあると思うけど、すごいですね。今ね76、78ぐらい泣きました。あとちょっとですね。そう、もうだからもうちょっとよ。え、日野さんってドラマ見ますか？見ない。私が答えてあげる。あれ見ないよ。日野見ない。私、うん、ドラマの方が見るかも。ドラマ見るタイプだね。そうなんですけど、うん、ドラマ見る。私も見ない。私も見ないな。今1個見てます。割と同じぐらいだけど、見てたドラマ次で最終回2つ。あ、一緒のやつ。絶対一緒。絶対一緒。一緒。クール的にはそうだね。春ドラマ終わるもんね。ほうほうほう。今が終わり時ですよ。終わり時ってか、終わり、終わりタイミング。最終回。クール、そうそうそう。切ない。そうだね。ドラマね。冬型全然見なくなっちゃった。それも？なんか見てない。多分。もう子供の時の話だけど、私たち世代は悪夢ちゃんとか、うん、懐かしい。わかんないです。わかんないよね。わかる？悪夢ちゃん、悪夢ちゃん、わかんない。え、あれは妖怪人間。そう、ベロ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 。あ、名前は聞いたことある。ベロベロ。そうの世代、子供たちが見る、あ、本当小学生の子供たちが見る、ね、見るドラマ、ドラマっていうを見てた。謎解きはディナーの後でとか。懐かしいね。でもめっちゃジェネギャじゃない。本当だ、全然違う。え、でもなんか割と昔のも普通にアプリとかで見えるけど、わかんないです、それは。でも私、日野さんと2年しか違わないです。あれは、でも2年違う。でも私と日野さんも2年です。でもわかるでしょ、今言ったの。うん、わかるわかる、うん、ほぼこっちは同世代に近い。で、多分スイスイからしたらさ、私、花壇わかんないの。わかんない。
そう。あ、私花より団子。え、なんで？あ、私はジャンプで見たの。何歳ですか？何個違いだの？八個違うくない？あ、そうか。そうでも。でもその世代ではあったけど、うん、通らなかったです。だから名前しか分からない。知ってるぐらい、うん、で妖怪ウォッチってちょっと上じゃない？いやでもドンピシャ？うん、妖怪ウォッチ一時期ハマってました。おーい、あの新内っていう。うわー、でも新内だよ。え、ごめん、分かんないか。誰一人分かんない。誰ウォッチ、もう何だ、もう誰も分かんない。ウィスパーは知らない。ジバニー知らない。あ、え、これさ、さん、分かんないですか？分かんない。つまり、これ体育で踊ったのしか分かんない。でもなんか体育もその先生の子供が見てるだけで、生徒は別に見てないけど、こう、これを一生やるみたいな。すごい体育で。そう。でもそう、妖怪ウォッチって。妖怪ウォッチ1とか言って。2。妖怪ウォッチ1。妖怪ウォッチ1。今日は朝の寝坊しそう。妖怪ウォッチ。男性のシンプル妖怪ウォッチと、その後に妖怪ウォッチ本家、元祖本家ってのがあって。あ、わかります。わかる。で、元祖本家の後にシンプル。それはわかんない。そう、だからスイスが真打ちってことは、私たちは元祖本家。推理しないね。推理してない。でも私、妖怪ウォッチドンピシャな気がします。いや、いつもドンピシャです。幼稚園で、ここがドンピシャなんだ。幼稚園時代のドンピシャ。妖怪ウォッチごっこしてました。小1やったりですかね。真っ赤、うん、私も小5とかだけど、うん、だからもう幅広かったね。私が多分中学1年生だったんだわ。そうだよね、そこらだよね、うん。じゃあみんながさ、見てたプリキュア何？ハートキャッチプリキュア。わ、若い。私ね、よしプリキュア555プリンセスプリキュア。わかんないよ、わかんない。プリンセス、プリンセスプリキュア、水色の子が好きだった。わかんない。うわ、プリンセス、これはジェネリーさん。私は2人はプリキュア、マックスハート。マックスハート。2歳上だわ。ちょうど。あ、でもハートキャッチも知ってるけど、見てたよ私も。ドンピシャなのは多分マックスハートあたり、うん、それは分かんない。プリキュア555とか、うん、あ、そう、私それ、うん、そうだよね。圧倒的にそれが世代、そっちの方だよね。フレッシュプリキュア、あ、めっちゃ見てた。もぎたてフレッシュみたいな。あ、懐かしい。あれ、なんで、てては何でしたっけ。ちょっと早すぎて。あ、2人はプリキュア。あー、それも。あ、この頃流行り、それえ、それえ、それえ、それお願い、お願いです。クラッシュはキューティーハニーだ。キューティーハニー、ドキドキパートはスマイル55、ワンツースリーフォープリキュア5。プリキュア555じゃない、それ。あ、分かった、55になる前のプリキュア5だ、ただの。あー、そんなことなるほど。で、なんか2クール目が55つき、スマイルね、まあプリキュア5だから、今言ってたやつは。あ、プリキュア5、あ、そうです、うん、それはちょっと聞き覚えある。そう、のぞみちゃんとかのやつね。レモネード、うん、プリパラ見てました、私。わかりますなんですか、それは。アイカツみたいな系統の。え、待って、アイカツ、アイカツもわかんないよ。あ、私アイカツすっごい世代で。ラブ&ベリーじゃないの？あ、でもやってました。ラブ&やってたの？はやってたよ、私もやってたけど。ABCD ABCD ABCD わかる？え、わかんじゃん。嬉しい。なんか平成のゲームみたいなんでやりました。どういうこと？二人いるやつ。二人いる。あ、そうそう。ラブとベリー。あ、そういうことか。はあ。知らないです。いや、多分それはね、それはさすがにね、ジェネラルだと思う。私も3歳とかだもん。とか3、4歳、5歳とかでやってた、めっちゃ。3歳で？え、多分3歳じゃないかな。でも3歳でそんなことできない。全然小学校上がる前とかに。めっちゃやってた。本当にプリキュアとかよりもガッツリアイカツで、もう初代からアイカツなんだ。いやー、アイカツね。私はプリパラ大好きでした。プリパラなんだ。プリパラ取ってきた。マジニギャだね。アイカツでも、アイカツだって何歳？本当に小学校1年生、うん。そうだよね。妖怪ウォッチともうアイカツ2個でした。あ、ちょうど夕方にね、どっちもやってたんだよ。そうなんです。虫キングとラブベリーだった。虫、やっぱね、何ですか虫キングって。何ですか？お兄ちゃん、お兄ちゃんが虫キング好きでした。虫キング、その虫同士でクワガタとかヘラクレスオオカブト同士でこう戦うの。そう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 、男の子は虫キング、女の子はラブ&ベリーだったよね。そう、で、
なんかこうゲームセンターといったらその、あのトイザラスとかに置いてあるの、そう2台並んで、同じメーカーで牛が襲うのってリアルでやるもんだと思う。違う、こうじゃなくて、ちゃんとキャラクターが出て、なんかカードでじゃんけんしてみたいな。小人図鑑も好きでした。あっ、あるかも。あ、わかった。隠れ桃尻。あー、聞いたことある。映画とか見に行ってました。映画なんてあるの？ありました。え、実写？実写じゃないです。どういうこと？実写？実写でしょ？実写なかったっけ？実写でしょ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 ？隠れ桃尻の実写なんだっけ？私がお別れになります。ランキングを読ませていただきます。すみません。バイバイ。またね。ごめんね、じゃあ一人で、佐藤羽生さん、白鷹さん、ふわふわさん、古川さん、小葉さん、ロヒンさん、超快速さん、指原部さん、西田さん、アッキーマルキンさん、こんちゃんさん、すぐさん、そしてちいたかしさん、ありがとうございます。みんなもありがとうございました。お邪魔しました。お邪魔しました。ありがとうございます。バイバイ、バイバイ、ありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございます。ランクアップです。ランクアップです。あ、先生先生、これ、あ、先生、ありがとうね。ありがとうございます。ぜひぜひ、ありがとうございます。ぜひぜひ、ありがとうございます。ランクアップ、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 ゲームね。やばい。
ランクアップです。それこそアイカツとかも実写してましたよね。え、あ、初耳ラネット、多分そうです。そういうことか。でもなんか一人だけなんか誰かの実写とかそういうわけではないんだよね。うん、キャラクターの実写はしてなかったけど、一人女の子っていうことなんですか。そう、なんか二次元にもなれるみたいなのを一回やってたんだよ、最近。そういうことか。そうで、あの私はね、もう第一世代の、あの2年目まで、はい、いちごちゃんの世代までは、うん、いちごちゃんで、ランちゃんとか葵ちゃんとか、まあ、今はもうゆりか様、ゆりか様信者なので、いまだにわかります。わかる、大好きでした、あの空間が、空間が、あのなんだっけ、ロリゴシック、ロリゴシックでガラスドール、あ、そう、ガラスドールも好きなんですけど、あのこの三脚じゃないマイクスタンドに、あの紐みたいな、くる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 バラのね、ブルーローズのね、こういうやつでね、大好きです。そう、ゆりか様のカードめっちゃレアだったじゃないですか。何枚も持ってました。一瞬ゆりか様って聞こえてびっくりした。ゆりか様のカード、ゆりか様のカードを持って何枚も持ってました。なんか店舗限定の朝何時から並ばないともらえないカードとか、お母さんと並んでもらいに行っても全部もらってた。そうなんだね、うん、こうやっぱね、私より下の世代の子がアイカツは結構、うん、4期とかもアイカツみんな欲しいみたいな、うんうん、そうなんだ。そうそうそう、え、プリパラはいない。え、プリパラもやってたよ。なんか友達がやってたからもうパッて割ってプリチケ交換してた、うん、え、あれいいよね、うん、かわいい、かわいい。そう、ゆりかさんもね、あのファイナリストライブでガラスドール歌ったことあって、えっ、2年目、そう、2年目かなで歌ったんで。そうなんです。そんぐらい好き、おー、ゆりかさんもね、あのコロネツインがかわいいですゆりかさん本当好きなんだよね。ゆうはもアイカツ見てるんだって。うん、いや多いんだね。みゆさんもなんか好きって言ってましたよね。あ、みゆも好き。そうですよね。プリパラもいいよ。ずっとプリプラをしてる。そうよね。いやそう、多分ね、私たちの世代多いのラブライブなんだよね。みゆさんは、私はあんま詳しくなくて。私もラブライブ。なんて書いてあるかって。うん、これなんて書いてありますか。フロリダ。お、ディス。ディストリクト、ディストリクト、ディストリクト、いや私誰か英語知ってる方教えてください。フロリダしか知りません。フロリダって何県です。あ、違う、バカっぽい、バカっぽい。どこ国ですか。アメリカじゃない。あれフロリダ、あ、フロアメリカのフロリダ州って言いますよね、うん、アメリカでもアから始まりそうな予感するよねどういうこと。アメリカ、うん、アメリカではある。アメリカ、私も世界史とか地図詳しくないからな、全くわかりません。チリ、うん、なんて書いてある。この国って飛行機で何時間ぐらいで行けるのかなとか言われても全然わかんないです、私。あー、まあわかんないよね。なんか飞行機っていうもののく、なんて書いてある、どれぐらいでどのぐらい進むのかもわかんないし。ペコちゃん、わかるわかる、ペコちゃん、わかんない。この子のさ、名前知ってる。この子の名前、うわ、聞いたことある。ペコちゃんとポチ、ポチ、イヌちゃんって言った。イヌちゃん、それっぽいの。最近私も調べたんです。ポチちゃん、いや、イヌちゃん、イヌちゃんに近い。ワンちゃん、あ、みたいな感じです。ワンコ、違います。ワンコ、ワンワン、違います。なんかね、日本語じゃなくて、え、ワンチャー、ドッグ、ドッグ、ドッグ、えぇ、ー、普通やん。ドッグらしい。かわいい D.O.G、 へぇ、D.O.G、 ドッグ、かわいい。豆知識大会、へぇ、みんなが知ってそうで知らない。ディストリート、ディストリクトは区とか地方って意味だって。あ、じゃあフロリダ地方ってことですか。おります。な、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 N-A-R-I-E-L、 なんですか、 L-E、 な、 L-E、 な、ブランド名とかかな。な、わかんない、なりえれ、
絶対そうじゃない。なりえる。何ですか。それこそアメリカの方とかが日本のアイラブ東京とかね、つけたりするのとか似てるよね。そうですね。なりえる。諦めよう。読めないってことはまあわかんないでしょ。うん、バレないバレない。うっ。え、ありました。アーニャです。あ、本当だ。エレガントノットエレガント。どういうことですか。エレガントではない。でもいや、これね、ステラとトニトって言って。トニト。学校、このアーニャの通ってる学校で。はい、アーニャ。その、うん、スター、そう、もらえるとエレガントで。トニトはバツっていう意味なので、ダメなことしたときは、ああなるほど、ステラ、あ、ステラ、ステラが、なるほど、シンプルにこれエレガントかエレガントじゃないかの話ですね。アンニャまだ見てないんですよ。アンニャおもろいよ、本当ですか。なんか誰が見たの？フロリダ地方です。隠してる。まだ見たい、見たいけど、リリカアンニャみたいだね。え、言われたことない。確かに、確かに。なんかしょ見たことないからわかんないけど、いや、アーニャみたいな発想してるわ。ニャンニャンパス、はい、初めて聞いた、それは。やばい、夜さん、夜さんの声真似ならできるから。ずんだこいさ、ずんだこいさ、そんな、そんなやったらいける。あ、そう、アーニャの喋り方がね、そう、あちゃざます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 、っていう感じ。頑張ります。あ、そう、これ無料で見れる漫画、スパイファミリーは。あ、ほんとですか。一気に全部見れる。あ、ブチャンプラス見てます。あ、ほんと、なんで気づかなかったんだろう。それはね、不思議なだね。なんで結構目立ってる。あと何見てるの。え、でもなんかインストールしてなんか一回見始めると全部見ちゃうタイプなんですけど、うん、最近抜けちゃってました。最近あれが多いです、 TVer が多いです。あ、ティーバーね。ティーバー今失恋ショコラティー。別れた。わあ、懐かしい。失恋ショコラティー今見てます。2回目。2回目。2回目です私。死にたい。そうか。まあでもなんかちゃんとみんなと世代違うんだろうなってことはすごくわかる。え、そうですかね。いや、違うよ。な、あった、ポケモン何の世代かとかでもさ、私ポケモン全然やってないんだけど、わかんない、ポケモン、ピカチュウしかわかんない。御三家がさ、誰かとかさ、あ、でもポッチャマ、お兄ちゃんいたのでポッチャマでした。あ、そうなんだ、わかんないよね、触れてこないとね。あの、あれはミジュマル、ミジュマルが結構世代でした。わかる、ミジュマル、やっぱその辺だよね。スタージャ、黒白だ、黒白、ブラック、ホワイト、ゲームのカセットが、そう、ポケットモンスター、ブラック、ホワイト、ポカブ、ポカブ、ああ、そこの3人、その同じやつ。ほへぇ、ほへぇ、わかんないな、ポケモンわかんない。いや、私もね、ポケモン全然詳しくなくて、ポケモンなんか、なんかの番組の次にやってて、なんか流れで見た。確かに、なんかそう、日曜日系は大体なんか流れで見ちゃってた。流れで。コナン映画は全然見たことない。あの飛行機の上をスケボーで滑ってる回は映画で見ました。どれだろう。怪盗キット見ました。どれ、いっぱいあるんだな。あ、いっぱいあるの。怪盗キット、怪盗キットっていっぱいあるんですか。の何をする回か。何種類くらいあるんですかそれ。キットメインは 4、5個くらい。あのデラックスとかですか。何でしたっけ、コナンの大人の姿の新一。あ、新一、新一だと思って、うん、ラン姉ちゃんが喋ってて、待って、私それは、でも中身はコナンっていう回を見ました。なんか真実を言えない、言えずにみたいな。天空のロストシップかな。天空嫌だね。あ、もう一回言って。コナン、あー、飛行機操縦するやつ、ラン姉ちゃんたちが。そこまで覚えてないんです。すごい。あ、でもサッカーボールのやつも見ましたよ私。11人目のストライカーかな。多分それ。私のそこはめっちゃ世代サッカーボール。わかんねーなー。そう、
シノさんとスイスイが2歳差なの意外。もっと離れてるように見えるよね。私が上に見えるよね、うん、私が上に見える。いや、うん、なんでなんで。で, でも今日ひなさんとその話しましたよね。してたしてた。2人で2歳差なんですねって。うん、でも私の2歳上の2歳差ってだって誰だ。ナナちゃんとか今の高3。高3だね。萌えちゃん、うん、もうもあ、もっちゃんは今もう卒業した。卒業してるから。あれ大学1年生。高3今いない。高3、3期はいない。3期いない。いないんだ。じゃあさほちゃん、ななちゃん、さほちゃん、あ、ひろかちゃん、ひろかちゃんあたりかな。全然ちょっと後輩で例えてもあんまピンとこない。ちょっと私もピンときてない、ね、う上、下だとあ、いないのか。みんなごめんね。いない、うん、私の思いが。でも本当に不思議な感じがする。日野さんとスイスイ2歳差は。そう、私とかにも2歳差。なんかそれもさ、うん、私が多分狂わせてんだよね。不思議な感じがする。スイスイとカイリが4歳差っていうのは、スイスイがもっとやっぱ幼く見えるっていうのは。うん、若い。スイスイ若い。2000何年生まれ。2008です。6歳差だ。6歳差。じゃあ私と5歳差ですね。5歳差か。4リリカと4。4。4個も離れてるリリカと。カエリさんとナツキの年齢の差がナツキとリリカ。あ、そうなんだ。ちょうどか。うん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 。だから学校一緒に通わないもんね、リリカと。うん。小1の時も中1の人だから私。通わない。うん。うんうんうん。なんか先輩はやっぱりなんか若い。うん、アイドルをやってるからなのか。そうか、若いですよ、まあ、やっぱり。なんかやっぱこう若い子たちと一緒にやるから若く見えるというか、うん、なんかこうなんか大人にはなってるけど大人になってないよね。制服とかもよく着るしね。あ、確かに。なんか、うん、なんか流行りみたいなものとか先輩の方が早く知ってたりするから。全然そんなことはない。若いですよ、やっぱり。本当に何でもない。ただやっぱそのマリナさんとかはもう本当に全然年齢マジで分からん。本当にどんどん旬になっていく。なんか時が経つにつれ綺麗になっていく。マジでそう。メイクで最先端誰だろう。最先端、なんかあんまこの子が美容番長ですみたいな子あんまいないんだよな。ななみさん結構。そうだね。もうなんかすぐレビューしてくださって、なんかいち早く商品取り入れてます。ななみ確かにそうだわ。これはこういうやつだ。あ、そうだっけ。ちょっとあれ言っときながらそんな記憶ないわ。でも本当に私 NGT に加入してからやっとメイクするようになって、全然当たり前。それとともにやっとプチプラ、うん、なプチプラじゃない方なんて言うんですか、デパコス、デパコス、うん、を知りました。あ、知ったそのものがね。はい。でプレゼントとかもそういう界隈で、はあ、うん、そういうのなんだと思って、わかる。いろいろ学べてますね。リリカもここ入ってからメイクします。だって中2だもんね。え、最初リリカ 13歳中2だよね。最初リリカメイク諦めてもうやらないですとか言ってたんですよ。もう怖くて、なんかビューラーとかなんかアイラインとか怖くて、もうなんかもう横にメイクさん、マネージャーさん、そうなんです、もうずっとなんか囲まれて、え、やりましたか。2期生さんの時、私たちの時はタイマーとか測って用意ドンって言ってみんなで急いでくる。ああ、それやったことないわ。それを何回かやったんだよね。30分タイマーして、私用意ドンでできたらチェックしてもらうんですよ。できた人からどうですか。あ、それやったことないわ。ちょっと薄いの。私用意ドンで一番最初に終わったって言ったらめっちゃやり直す。本当かって、本当かって。なんか最初に講習はあったんだけど、うん、なんか基本みんなそんなに遅くないかな。メイク結構ちゃちゃっと終わらせられる人で、最初メイクめっちゃ遅いのみんな。うんうんうん。で何年か経ってメイクしっかりするなんかできるようになってっていうのだから、そう、やり方が分かんなくて遅かったかもしれないですね。順番とか、うん、はい、私
通に怖かった。うん、まつげ挟むとかどうやってんの。え、それをなんかメイクさんにずっと聞いてるんです。もうこれがずっと痛いんです。怖いです。痛い気がしますって言って、嫌です、嫌です、嫌ですってずっと言って。そんな中隣で私たちはもうめっちゃ一生懸命メイクして、そっか、必死だった。懐かしいな。でもなんかみんな一番最初から前髪も薄めで、もうなんかそこそこもう垢抜けた状態みたいな。私たちの時は全然なんかそんな何年も経ってるとかじゃないけど、まあ、2、3年、4年か前だとやっぱもうみんな前髪重くて本当に芋みたいな感じだった。いや私もいつか薄くなりますかね。え、どうだろうね。でもそれが似合ってる。そうそうそう、それが一番ベストだと思うんだけど、薄くても可愛いかな。でもちょっと薄くなった。はい、なんかどんどん薄くなってます。全然の どっちでもあり。私も薄くしたり濃くしたり、髪明るくした時に薄いと本当にないみたいに見えるから、はい、そうそうそう、増やしたりして。なるほど。私前髪どんどん薄くなってっちゃう。そろそろ重くしたい。あ、そうなんだ。重くし、逆に重くするのね。うん、薄くなってきちゃってこうやって分けてやってるし。難しいな、ね、メイクか。いやでもアイラインは得意なんだよね。本当ですか。うん、お絵かき得意だからね。ああ、そういうことなんだ。同じ感じ、顔に、顔もキャンパスって。あ、そう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 、だからアイシャドウとアイラインは得意。へえ、得意ってわけでもないけど、なんかこれがベストなんだろうなみたいな見つけられた。その、うん、上に塗らないとか。私まだ自分のベスト分かってないですね。でもあんま色塗らなくてもはっきりする顔立ちだから。可愛かったよ。だってまつげ上げとけばいいよねってメイクさんに言われてやってます。あら、しっかり耳が大きいな。ーちゃんのルームで言ってごめんね。いいよ。やっぱりなんかメイク上手いのはななみさんの気がしてきてますね。顔を思い出して顔なんか情報もいっぱい持ってる。あ、そうそうそう、なんか、そうそう、これ欲しかったから買ってみたんだよねみたいな、よく聞くのが並べてから。そうそうそう、私はもう本当にね、その辺はね、もう諦めてる。いや、私もなんかもうちょっと頑張んないとなと思いました。ほんと？なんか、なんかちょっと、ちょっともうちょい、ちょい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 ぐらい美容系？ちょ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 それでね、好きだったらね、いいよね。うんうん、ただ別にね、うんうん、安いもんでもないからね。手箱をすってなると、なんか本当に入ったのが早かったから、なんか、うん、もうまだちっちゃいからメイクしないでって肌に、うん、あ、そうそうそうって言われてたから、なぜか最初からめっちゃ高いものを買って何にどう使うか分かんないって感じでした。へえ、そっか、減らないか。ペルちゃんガードマーど、何それ急に。ラフテンカードも知らないの？あ、食べるならか。違う、違う、それ楽天っぽい。それ、あ、これバトルです。違います。あれ、あ、分かった。いきなりですが。あ、そうそうそう。なんなんなんと。いや、いきなりすぎるけどね。ペルちゃんカードは。なんで？それ、いきなりですがすぎる。何それ？どういうこと？いやー、失礼いたしました。失礼いたしました。CM のね、ちなみに何の CM 見てましたかとかね。あ、新潟はあれですよ。ミノは、面白い。ミノは、あ、ミノは。ミノは聞いたことあるけど、聞いたことあるけど、ムム新潟の CM あとなんだろう。新潟、まあ、それだとあれだね、地域差にもあるよね。なんだろう、世代ってなるとむずいな。あ、町から町へ青い空と白い雲。あ、なななてな、ルルルルルル。それは違う。それテツコの部屋ね。あの白い雲風に吹かれ暖かい。なんとかなんとか。こんなにゃ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 。新潟なんじゃ。え、わかるでしょ。あ、聞いたことあります。わかるでしょ。にゃーにゃーに向かって笑顔にゃんとか愛するにゃんだにゃにゃいつまでもでも分かんない、ね、コメント欄も候補いっぱいあって分かんないし。あ、クリーニング屋さん。そう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 、あ、そうなんだ。クリーニング
そうそう、笑顔を見せて、ねねねどうだい、お任せください。え、それはちょっと違う気がする。ねねねねって分かんない、ほんあれ分かりますか。走って走って走って、町から町へ暖かい犬とか、渡ろうよ、うん、ってやつ。これあ、それ関谷自動車学校。あ、そうですね、関谷自動車学校これはあれでしょ、あれもう一回、あの、なんだっけ、走って走って走って橋を渡ろうよ、本当にわからん、歩いて歩いて歩いて、わかんないですか。新潟来てあんまテレビ見ないですか。見ないの。CM 録画したら飛ばしちゃうじゃない。ああ、確かに。みんなでつなごう。やばい、私はもう全国系の東京を中心としたあたりしかわかんないから。逆に全くわかんないです。そう、いや、どう？どうかな。私はあれです。てててててて、あー、分かる。でも、なぜてててて、くぐって楽しいよ。なんか怖いもんでテンションパーパーパーテンションパー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 ですね。すごい、やった、みんな見てたんだ、うん、見てましたよ。うわ、懐かしい。これはちっちゃい時からずっとやってるような気がします。ドレミファソーラファミレド、子供っけ、ソーファミソーファミレド、子供っけ、ミコレド、ちっちゃい頃、うん、ねえ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 、うどんうどんスープ、そう、え、カップ麺とかですか。あ、まあ、でもに近いかな、まあ、でもなんかそのスープ、うどん、あ、天神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 、わかる、やばい、え、お笑い番組の最初のやつですか。レッツゴー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 ですよ。違う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 、じゃらん、あ、まあ、ゴー、あの階段上がるさ、子供のやつ知らない？でも最近それあの磯崎奈々ちゃんが言ってました。マジ、うん、天神わかるか、天神、天神だからできたこと、わかる、ギリよかった、よかった。それえ、どこの国、どこ、あ、いや、多分全国だと思う。え、嘘、全国じゃないかな。ネット見る、え、全然わかんない。ネットミームになってる系の、え、そうなんですか。ネットミームね。え、じゃあ分かりそうなのに全然分かんない。その竹本ピアノとかね。ああ、あ、ピアノ売ってちゃう。あ、得意なやつ。いやいやか。じゃない。え、最終審査？オーディションでこの子やったんです。最初、じゃあ三次審査で。どういうこと？特技欄で？特技で。特技自己 PR で披露して。竹本ピアノやります。それで上がってきた。おもろ。結構言ってる？はい。あ、そうなんだ。結構、うん、でもなんか最近はなんか別に系統変えたわけじゃないんですけど、うん、なんか結構、まあ、清楚系ではないか。まあ、おとなしくなったんですよ。まあ、正統派系のね。なんかそうです。なんかおとなしくなってからあんまり披露してないので。おとなしくなってから。いや、でもギャップがいいんじゃない？あ、うん。そうなんだ。へえ。なんかみんなどうして受かったとか知ってるんですか？なんか知らない。知らない。わかんないけど絶対私はそれ、なんかまず二次審査から変顔ブリッジして、で三次審査竹本ピアノさんのモノマネ&アンコール変顔ブリッジして、うん、最終審査は、元気100倍ルアンパンマンとか知らなかった、ちょっとその自己 PR をしながら小刻みにちょっとネタを入れて、で芸人さんもなくオーディション受けて、それはどうしてそういうのやろうと思ったの。え、爪痕を残したかった。あ、シンプルね、はい、すごい。え、私はそれ何とかなんですか。オーディション受けて、私ね、ドラフト3期受けてたから、2期は最終審査から
かったんだけど、ドラさんの時はどうしてたかな。ドラさんの時はなんかでも特技ってあんまやってないんだよな、 AKB 人が多すぎて。ただね、歌は昔から褒められてたの。なんか AKB さんのオーディションってそのカラオケで好きな曲歌うんだけど、基本サビまで歌えないの。え、サビまで歌えないって。そう、ありがとうございますって人数が多いから。でも私の場合はあのその前のドラニも受けてたんだけど、ドラニも最終シーズン落ちちゃったんだけど、その西野カナさんのダーリンを歌って、うん、サビまで歌って、お他の子みんなその聞いてもらえたってこと。そう、歌上手ですねって言われたけど、やっぱ小学校6年生とかかな、うん、でやっぱちょっと多分若かったっていうのもあって、その時落ちちゃって、でドラさんの時もはなんか、あ、西野カナさんの曲はあのいい曲だけど AKB のオーディションだから AKB の曲歌おうと思って大声ダイヤモンド歌って、で、ドラさんは受かったんだけど、本当にドラフト見てました。なんかすごい、なんだろう、すごい雰囲気の中であの意見を言っていたじゃないですか。私はこう思います。菅井先生のね、そうなんかそこがすごい素敵だなって思って、ドスッピンだしね。そう、結構みんなメイクすっぴんでしたっけ。なんか朝起きて合宿、毎週末合宿してて、結構大変だったなって今。毎週末合宿が、で平日学生ですか。そうだね、やばい、それはやばい。毎週末合宿してたらもうやばい、それはやばい。私もだから記憶ないよね。それはやばいですもん。2017年の11月ぐらいから1月末まで、そう結構長いんだ。オーディション受かっ、最初オーディション受かって候補者になった次の週にはもうあの合宿とあと握手会や、はい、始まって、でも毎週末、そう、あ、その状態で握手会ってあるんですか。なんか顔見せの握手会で県が一人ずつあるんじゃなくて、その全員と握手できますよってずらーって並んでやる。初めて知った。リリカ9時まで？いや10時。高校生。あ、9時だ。9時？く、誕生日来てない。あ、9時ですわ。あ、マジ？あと4分だよ。4分よ。終わるか、みんなで。そうですね。終わろう。終わりましょう。休もう。終わりまし。うわ、9時までかよ。9時まで。あ、すげえ。可愛いね。9月だよね、誕生日は。そっかそっか。あ、誕生日早く来ないかな。ね、誕生日が来ないとダメなんだね。じゃあ。あれいつものやっていいですか。はい、はい、いつもの、うん、いきましょう。じゃあ13位わたちゃんさん、13位ましおさん、スマイルさん、はる507さん、ありがとうございます。12位あずきさん、いかっちさん、たむひろさん、小型の尾形さん、ありがとうございます。11位 X 山さん、しょうさん、さんたろうさん、ありがとうございます。バイケンさん、ごめん、ありがとうございます。10位ベロさん、ゆうたさん、じゅんはんさん、アトランティスさん、ありがとうございます。9位たむひろさん、つばさほしいさん、あさゆきさん、よちくんさん、ありがとうございます。8位まっするさん、フレムさん、なおくん、ひでまろんさん、ありがとうございます。7位突破球さん、こばさん、あらしださん、しゅうちゃんさん、ありがとうございます。6位とうごさん、たからさん、おつかれさん、せってんがさん、ありがとうございます。5位ひよりげたさん、メロさん、みやさん、かきひこさん、ありがとうございます。4位ケイさん、カンクロウさん、タミナスケさん、小川さん、ありがとうございます。3位埼玉高校屋さん、マーチさん、スキャットさん、ホワイトさんなのさん、ありがとうございます。2位ヨッタさん、カズさん、ミーさん、クロルさん、ありがとうございます。1位イチタさん、近藤和弘さん、スーさん、マリアさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、そっかそっか、来てくれてありがとう。メイク崩れたよ。かわいいよ。じゃあ楽しかったです。嬉しい、ありがとうございました。こんなに3期生と一緒に配信するの初めて。そうですよ ねたまにやってたりしたけど、がっつりまたやろうね。はい、お願いします。やったー、4公演お疲れ。いや、お疲れ様です。ありがとうございます。うわ、来週も私4公演です。私もです。生誕祭も、わかんない、私もです。私次の公演は何日でした？22。もう出てました。
出てます。明日の0時あ、今日ってことか。ん、あ、あ、そう、明日の23時59分受付。はい、あ、そうそうそう、17日今日、明日、あ、あなたもう9時だ、やばい。あ、そうだ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 、とりあえず来ちゃいな、リリカ、バイ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 。私も映しちゃいけないから、そう、ショーってむずい、うん、声だけならありなんでしたっけこれ。いや、ダメじゃない、望ましくないか、うんうん、よし、今望ましくないって言った、うん、すごい、ひなさんみたいな、あ、それはちょっと望ましくないですね。望ましくないです。いや、リリカさんは怖いんだよな、怖い。いや、まあそう、あの終わりますけど、そう、22、23は今日が明日までが、そう、受付で、生誕祭もそうなので、ぜひ皆さんお願いします。あと皆さん、すいません、 S かわいいさん発売ですので、おめでとう、おめでとう、見てください。あと数十秒だけど、おめでとう、ありがとう。はい、リリカは帰りました、今、はい、帰りました、帰りました、ぜひ見てください。はい、ということで終わりますかね。ありがとうね、はい、2人ともマジで、ありがとうございました。またやろう。じゃあ、バイバーイ。バイバーイ。おやすみ。おやすみ。寝ます、私。バイバイ。